二人で二人三脚する なぜかピアニストとヤクザが夜の街で二人三脚をしているっていうよくわからないシーンが非常に面白いシーンがありまして、結構待ち時間が長かったんですけど、森さんが割と早くベルトで巻いてるんですけど早めに巻かれてしまい、まあそうすると僕は動けなくて、で森さん早めに割と早めに肩を組んでくださってでそこからずっと解除してもらえなくて、なかなかカメラも回らなくてセッティングまた始まっちゃって、体感で言うと5分ぐらいだったずっとこのまんま動けないまま、体感で言うと5分ぐらいだったかな。胸キュン映画でね、駆け出し の俳優さんと女優さんがこう手つないじゃって、病院かかる前にずっと手つないじゃってほどけ解除できなくなったみたいなね、なんかそういうことを思い出しまし したし、5分間ドキドキしました。ずっといつ解除してもらえるんだろう本当に申し訳なかったいっぱいなんですけど、でもなんかすごく大事なシーンで、そうですね、なんかこうグーってなってて早めに肩を抱いてしまったんだけどでもなんか一回抱いたものをこう話すのもね、ちょっとこう絶対話さない、話されたら話されたでなんか嫌なのかなとかね、うん、確か気まずい気まずいって聞いたんだよね。そうですね。そしたら聞かれましたね。いや気まずいって言ったのかな、分かんないけど。多分言ってると思います、ね。言ってるよね。でも絶対話さないって。そう。ボソッと気まずく気まずいって言って、気まずいですね。またその後さ。あ、それでも解除してもらえないんだ。すごい印象に残ってますね。楽しかったです。よかったじゃねえかよ、あんなバーキャレからクラブに移って。大丈夫です。嬉しいだろ。これわかんねえ、お前才能あるよ。ありがとうございます。僕じゃないんですけど。じゃあ外から行くぞ、せーの、チッ。